こんにちは、パフォーマンスユニットマジメントの大月でーす。はい、今日はね、イベントのお知らせでーす。イエーイ。月1でやってね、マジメント作戦会議というイベントなんですけれども、なんと今月は開催が決まりました。日時は2月28日の日曜日、時間は16時から19時となっております。毎月やってるイベントなんですけれども、先月1月はですね、まあ、緊急事態宣言が出たということもあり、あと私が R1 準々決勝目前に控えていたので、まあこれでちょっと無理してやることはないかなということで開催をね見送ったんですけれども、まあ、2月はやっちゃいます。お待たせしました。まだ一応ね、緊急事態宣言中なので無観客での開催となりますが、なんとなんと今回はいろんなものをアップグレードします。まずは今回2部制にします。今までですね、配信時間中はずっと投げ銭システムというのを取っておりまして、あらかじめお伝えしているお品書きとその金額に見合った投げ銭をスーパーチャットで投げていただいて、でその内容を演者がやるっていう風な形式を取っていたんですけれども、ちょっとですね、今回は歌を歌うライブパートと、それから即興3分芝居をやるこの芝居パート、この2つに分けてやりたいと思います。そしてこの第1部歌の方は投げ銭システムではなく、おひねりシステムを導入します。こちらはあらかじめ私たちの方で決めたセットリストをやります。投げ銭と何が違うのってことなんですけど、使うのはスーパーチャットで一緒です。ただしいつ投げても OK です。例えば私たちが歌って、あこの歌良かったねって思ったら投げてください。金額も決めてません。もうあなたが投げたい金額を100円でも300円でも500円でも1000円でも、まあ、よく大衆演劇とかでね、最後の方におひねりってこう白い紙にね、あのお金包んでこう投げるみたいな、そういうイメージでございます。なのでもうこの第1部はどのタイミングで投げても OK です。特定の出演者におひねりを投げたいという場合は、ティーンさんへってコメントをつけていただくと、いただいたおひねりがそのティーンに行きます。なので、まあ、私たちね頑張って歌練習しています今曲のリストはマジメントのオリジナル曲、それからミュージカル曲のカバー、まあ、あと J-POP とかね、いろいろこう歌っていこうかなと思うんですけど、この第1部に出演するのは私、ティーン、そして豊田あずさちゃんです。この豊田あずさちゃんは私がね、もう10年以上前から知り合いの舞台女優なんですけれども、もうね、彼女が15、6歳の時に知り合ったっていうあの間からなんですが、今はね、歌って踊れて演技もできる主に児童演劇の舞台女優さん、まああとは小劇場とかに出て活躍している人なんですけれども、なんとこのあずさちゃん、今回ピアノの生演奏をしてくれます。はい、今までね、本当に YouTube で曲をやるってなるとカラオケ音源とかがね必要だったんですけど、このカラオケ音源を流すと、四茶にあるね、グランドピアノを使って、あずさちゃんが弾いてくれる伴奏に合わせて、私とかティンとか、あともちろん、あずさちゃん自身も、まあ、あずちゃんって呼んでるんですけど、あずちゃん自身も弾き語りで歌ったりとかをしてくれるので、ちょっとこれはね、楽しみにしていてください。もうやっとね、やっとピアノの伴奏に合わせて歌えるぜっていうことでね、もう満を持して、この、2部制になりましたので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。続いて第2部です。第2部は今まで通り3分即興芝居を皆様にリクエストいただいてやります。ただし今回も皆様がより楽しめるようにルールをちょっと変えてみました。この3分即興芝居っていうのは、皆様からいただいたお題をもとに指名された演者が3分間即興で芝居をします。まず即興芝居をやってほしいという方はスーパーチャットで以下の内容をコメントしてください。そして今回から変えること、それは結末の締め台詞を決めます。今まではお客様の方で結末をハッピーエンド、バッドエンド、お任せから選んでいただく形にしてたんですけれども、今回からセリフで指定していただきたいと思います。ただまあちょっとセリフを考えるのがちょっとハードル高いなっていう方は、もう何も書かないで送ってください。指定がない場合は私たちがこう結末ボックスを用意しますので、そのボックスから引いたセリフで終わらせます。はい、3分のお芝居のゴール地点を決めといてやった方が、まあ、見る方もやる方もちょっとより楽しめるんじゃないかなということで、今回からこのシステムを導入いたしました。なのでもう投げ銭やったことあるよっていう方も、今回初めて参加してみようかなという方も、事前にねこのルールをチェックしてやっていただけると嬉しいです。今までとルールを変えて、どんな風に3分即興芝居が
変化していくのか、私たちのスキルアップはされているのか、そこのところもご注目ください。でこの2部に関しては前回と同じようにハーっていうゲームも入れたいと思います。その場にいる出演者全員でハーっていうゲームをやって、皆さんと一緒に画面越しで演技対決ができます。あと今まで通り1杯どうぞ500円もあります。それはどのタイミングで投げていただいても OK です。あ、そうだ、あともう一個、私のお品書きでピンネタアイウェオの最新バージョンも入れておきますので、この間 R1 の準々決勝でやったやつプラス、そこではカットしている行も入れて披露しますので、ぜひ投げ銭ください。お金が来たらやります。これも一応動画撮ってその人だけに送りますんでよろしくお願いします。チェキの販売ですね。チェキの販売今回もやります。今回は2月24日の19時から当日の配信終了時間まで受け付けますので、真面目と購買部でご注文ください。で今回もお手紙付きチェキとなっておりますので、あなたがチェキを欲しい出演者が自分のチェキと一緒に手書きでお手紙を書いて、でそれをお届けしますのでお楽しみに。でこれは、枚数制限ありません。1人何枚でも買って OK です。まあ、私はね、前回ね、1枚しか売れなかったんで、ちょっとね、今回考えました。私のチェキ自体にはね、そんなに需要はないと思うんですが、お手紙の方でね、遊び心のある企画をやろうかな。なんか、インチキ2021年占いとか、その、いただいたお客様の名前で、あいうえお作文とか、あと、インチキ適当似顔絵とか、想像でそのお客さんの似顔絵を描いて手紙に入れるとか、まあなんかそういうこともしようかなと思います。必死、なので皆さんの役者さんを応援したいとか、真面目と応援したいという方は、どんどん投げ銭、おひねり、チェキ、お願いいたします。まあちょっとそういうのはね、なんかまあスーパーチャットやり方よくわからないし、なんかチェキとかもちょっとハードル高いなという方は、真面目と購買部でグッズ販売しておりますので、そのグッズを買っていただけると、私が梱包してお手紙つけて発送しますので、それでよろしくお願いします。前回がね12月4日だから、もう実質3ヶ月ぐらい空きましたが、やっとやっともうできますので、もう目いっぱいね、今年一発目の作戦会議を楽しみたいと思います。なので皆さんもちょっと時間早いんですが、4時から7時、夕方の4時から7時まで3時間やってますので、今すぐね予定に書き込んで全力で視聴、おひねり、投げ銭、よろしくお願いします。お早くね、お客さんを実際に入れて四茶でやりたいんですけれども、まだまあこれが最後になるといいね、これが最後の配信スタイルになるといいなという願いを込めて頑張って準備していますので、ぜひ来てください。お待ちしてます。絶対配信見る初解禁賞って方はいいね。またはチャンネル登録よろしくお願いします。歌もお芝居も両方楽しめるボリューミーな回になっておりますので、見逃さないでください。本当に本当に見に来てください。よろしくお願いします。それでは当日お会いしましょう。またねー。